それではリーグ3連覇を全員で祝いましょう。監督、コーチ、選手の皆さんはビールをご準備ください。なお今回の祝勝会にはアサヒビール様、キリンビール様、サントリー様から合わせて3000本のビールをご協賛いただきました。熱くお礼を申し上げます。はい、やってきて出てきて、まだまださあ、それでは選手会長、一言ご挨拶をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。もう飛んでる、飛んでますね。ひとまず、3連覇おめでとうございます。まだ CS 日本シリーズと続くので、またビールかけできるように頑張りましょう。今日は暴れたり。もう選手会長の言葉の前にね、全然ずっと前から飛んでましたね、泡がね。まあ会場内暑いというね話があったんですが、まあ本当熱気もすごいでしょうね。ねえ、本当このお酒弱い方だったらこの匂い嗅ぐだけでもね、そうですね、本当にダメなんですよ、酔ってしまうでしょうね。いいですね。さあ始まった3000本のビール。さて、お胸ですね。膝にかけてあげてほしいですね。ちょっとね。ね、ビールで直す。平野ですね。はい、平野さんですね。もうでもあと3セーブで250ですかね。そうですね、来ましたもんね。さあ現場の竹村美桜さん、はい、さあどうなってるんでしょうか。無事なんでしょうか。どうなってるんでしょうか。ね、竹村さん、はい、はい、もうあの 水しぶきといいますか、ビールしぶきがこちらにビュンビュン飛んできているんですけれども、はい、ビールの香りが会場周囲に充満してすごいです。そうでしょうね。そうそう、だから普通ね、飲んでたらあんまりわからないんだけど、ね、飲まないでこうかけてるだけだから相当な